本日はタイ古代史で持ってて良かったキャラ抽選です。高評価、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回紹介するキャラの中にも限定キャラが含まれています。それでは早速やっていきます。1. 未来猫。このキャラは以前にも紹介したことがありますが、タイ古代史用の壁キャラでもあります。マックスでダメージを7分の1にでき、レベル50で古代種には体力が約12万にもなります。コストも全てのキャラの中で格段に安いため生産しやすいです。 2. ニャンデヤネン。このキャラは古代種の中型アタッカーとして使用しますが、まだタイ古代種キャラが少なかった頃は必須級のキャラでした。今でももちろん使用していますが、新レジェンドステージを進める上でかなり強いキャラです。 3. イディ。このキャラは全てのレジェンドステージをクリアした後に出現する特殊なステージを攻略することにより入手できるキャラですが、古代種へのダメージはかなりのものであり、また移動速度がとても速くカウンター攻撃ができます。ただ射程負けしているキャラがほとんどなため、タイミングを見て出す必要があります。 4. ゴムエモン。このキャラはタイ古代種の壁として使用できるキャラですが、もともとの体力がレベル50で156,600もあります。さらに特性が乗ると4倍になり、約60万の体力になります。攻撃頻度は高くないですが、レベル50で64,800と決して低くないです。 5. ドローン。このキャラは以前にも紹介したことがありますが、その強みは古代種の停止です。さらに第3形態で吹っ飛ばしも加わるため、厄介な古代種相手にはかなりありがたい特性です。 6. ナーラ。このキャラはタイ古代種のキャラの中で最強格ですが、3回攻撃でまた必ず攻撃力を低下してくれます。ゼロルーザ戦ではこのキャラを持っているかいないかで攻略の難易度にかなりの差が出てくると思います。 7. ネコルーザ。このキャラは対古代種アタッカーですが、レベル50で攻撃力は86,400もあります。また古代種にはそこから3倍の約26万のダメージを出せます。新レジェンドステージを全てクリアしないと入手できませんが、入手後の新レジェンドステージなどでは無双すると思います。 8. ウリル。このキャラは古代種に鈍速を付与できるキャラですが、烈波を持っているためほぼ永久的に鈍速を付与し続けれます。とりあえずこのキャラを編成に入れておけば、新レジェンドステージはかなり楽に進められると思います。 9. グラビティ。このキャラは本能を解放することにより対古代種キャラになりますが、正直強すぎます。もともと滅法強いを持っているため耐久値が高く、さらに攻撃で6秒間停止することができ、2体貯めることによって永久停止が可能です。 10. ダークキャスリー。昨日も紹介しましたが、ダークキャスリーが一番強いです。その強さは敵を呪うことにあり、古代種の古代の呪いを無効化することができます。他のキャラたちは古代の呪いをもろに受けてしまいますが、ダークキャスリーがいれば味方全員が呪いにかからなくて済みます。本能解放により古代の呪い耐性をつけれたり無効にできたりするキャラはいますが、このキャラさえいればその手間を省くことができます。間違いなく太古代種トップクラスの強さです。いかがだったでしょうか。古代種は厄介なキャラばかりですが、しっかりと対策キャラを育てていきましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。